亀子ちゃん、おはよう。皆様おはようございます。昨日ウミガメの記事を一つ読んでいました。でウミガメは陸で生まれて一度海に入るともう陸に戻ってこないんですけど、例外として出産の時に陸に戻ってきます。アカウミガメは5月から8月に本州と四国、九州、南西諸島の太平洋側での海岸で産卵をするそうです。20分から30分間の間に100個から150個の卵を産むんですけれども、その後産卵から2ヶ月後卵から子供たちが帰って、子供たちは一目散に海に向かって泳いでいきますが、その100個から150個生まれた子ガメのうち大人の赤ウミガメになるのが1匹ぐらいだそうです。で、あと太平洋の海に戻っていく前に海岸がだんだん減少しているので、ウミガメたちが住む環境がだんだんなくなってきています。この記事を読んで、人間の経済活動で自然の環境が破壊されているということを考えると少し複雑な気持ちになりました。概要欄に読んだ記事のことを少し書きたいと思います。今朝のトピックは赤ウミガメの産卵と環境の破壊についてでした。皆様、良い一日をお過ごしください。